ハーレーの展示もありました。ハーレーは軍用風に作ってあって、でもなんかライフルが前に刺してある。この中も各メーカーがたくさん入っています。こういった格納庫が4箇所ほどつながっています。ここが滑走路の北の外れの駐機場です。我々は車で来ましたが、飛行機で参加した人たちはここに着陸して、駐機場に車を機体を止めて、それでキャンプをしてます。続々と着陸する機体が入ってきます。今日はサンファンの初日ですので、着陸する機体のが多いですが、週末には帰る機体が増えてきます。
おなじみのセスナのブースです。こちらはピラタスにピッツ、ハスキー、デカスロン、そういった機材がピカピカに磨いて展示してあります。ここがピラタスのブースで、その向こうがパイパーです。歩き疲れたので、フライトラインツアーの何ですか、これはトレーラーに乗りました。一人ゴールです。どこ行くのか分かりません。あ、相当揺れる。農耕用のトラクターのようなもので、歩くよりは楽です。同乗者はみんなお年寄りです。コンビルトとかセスナタイプの機体の通常に向かうようです。今は1回75ドルだそうです。でも随分並んでるみたいだね。もう終わりかなと思ったらまだ続くみたいですね。なんで機体は本当に少ないですね。スカイレーザートロージャン、ドントレスですかね。40になっています。あと写真を撮るようにします。あ、コルセアだ。ここがコントロールラインですね、タワーですね。
ね。うん、
ミュージアムの中です。ジコンでしょうか、グライダーのパラシュート部隊のグライダーですね。シミュレーターです。ハードピースのスプルースグース模型ですね。ジョブケアってものです。